フィリピン共和国、リップブリカナンピーリーピノスラブーブリーカでフィリップナズ、国の標語、カパヤパーン、コリアヌ、カタルンガン国家、最愛の地フィリピンの一フィリピン第二共和国は、1943年10月14日から1945年8月17日にかけて日本占領時期のフィリピンに存在した国家の現在における故障である。正式国名は、フィリピン共和国。 現フィリピン第五共和国政府は、第二共和国大統領であったラウレルをフィリピンの歴代大統領の一人としており、第二共和国との連続性を認めている。スペイン領東インドだったフィリピンでは1896年にフィリピン独立革命が発生し、1899年にエミリオ・アギナルド大統領の下でフィリピン第一共和国が建国された。だが、 米西戦争の勝利でフィリピンを獲得したアメリカ合衆国はフィリピンの独立を認めずフィリピン第一共和国はアメリカとの激しい戦いを行った後アメリカ軍に鎮圧され解体された米非戦争中にフィリピン政府は武器を調達するためにマリアーノ・ポンセを日本に派遣したりする一方日本からも日本人士たちがフィリピン独立を支援するために独立戦争に身を 投じるなど、日比関係が築かれていた。フィリピン第一共和国崩壊後、アギナルド大統領は、アメリカのフィリピン統治に協力する一方、アルテミオ・リカルテ将軍は日本に亡命して、フィリピン独立の機会に備えていた。フィリピンを占領したアメリカは、フィリピン軍党政府によって、フィリピンを統治した後、1935年に、フィリピンコモンメルスを発足させた。 太平洋戦争が勃発し、1942年1月2日に日本軍がフィリピンに上陸すると、アメリカ合衆国の植民地であるフィリピンコモンウェルスのマニュエル・ケッソン大統領は、首都マニラを無防備都市であると宣言し、ホルヘビー・バルガスをマニラ市長として残して脱出した。日本軍は、コレヒドール島の戦いの後、1942年5月6日に、 フィリピンを完全に制圧した。本間正春中将は、フィリピンコモンベルスを解体し、フィリピン行政委員会という臨時政府をバルガスを代、一議長に据えて設立した。政党は、党廃色のないカリバピにとって変わられた。カリバピの長官は、ベニグの秋野だった。また、リカルテはフィリピンに外戦すると、新日武装組織マカピリを組織した。 アメリカによって失脚させられた初代大統領のアギナルドも日本を支援した。大統領会議に参加した各国首脳。左からビルマ国大統領、バーモー、満州国総理、長経経、中華民国総統、王朝名、日本国総理、東條秀樹、太陽国新ン,ンワイダイアーコーン、フィリピン国大統領補セらウれる。 自由インド主席スバスチャンドラボースアメリカ軍に拘束されるフィリピン大統領、ホセラウレル、フィリピン国会議長、ベニグノアキのフィリピン中日大使、ジョセフラウレル賛世。1943年9月4日、フィリピン国会議事堂では特別全党代表者会議によってフィリピン憲法草案が提出され、9月7日に可決された。 1943年9月20日までに各地域の議会や市議会でのカリバピの大議員が職権条件対するメンバーとして54人の知事と市長と彼ら自身の中からフィリピン会員の54人の議員を選んだ。1943年9月20日、ラウレルを主犯とする独立準備委員会が結成された。9月25日には国会で ラウレルを大統領に選出することが満場一致で可決された。9月30日には、ラウレル独立準備委員会委員長をはじめとするフィリピン政府首脳が東京を訪れ、東条秀樹首相をはじめとする日本政府首脳と会談を行った。この際、対日協力の功績により、ラウレル、バルガスに対し君一等局実大受賞、秋野に対し君二等随法上が授与された。 1943年10月14日午前9時45分、マニラの国会議事堂前広場で独立期、記念式典が盛大に行われた。人を派遣陸軍最高指揮官、黒田重徳中将は、バルガス行政府長官に、軍政の撤廃を通達した。式典では、ラウレル大統領が、軍位等局実大受賞を廃用して、就任演説を行った。 1943年11月5日には東京で開かれた大統領会議に独立国家として参加した。アメリカ軍が再びフィリピンを占領するとフィリピン第一共和国の時と同様に瓦解することとなった。ラウレル大統領らは山下智之大将の助言で1945年3月末、命からがらフィリピンを脱出し台湾経由で日本へ亡命した。 同年8月15日に日本が降伏すると、その2日後の8月17日にラウレルは第二次共和国の解散を宣言した。フィリピン第二共和国は国軍を持たなかったためそれに代わる民兵組織としてマカピリが置かれていた。ありがとうございます。